詳しく理解しようとしたら頭が、ね、パンクするからねイメージというかね、印象というか、大体まあ、あこういう感じなんだなというね、それをまあ、感じ取っていただけたらまあいいと思うんですね。それがまあいろいろね、役に立つと思いますね。でまあ、そういうプレモダニズムからですね、モダニズムにまあ移行してきたというね、ことは大体分かっていただけたんじゃないかと思うんですけども。でまあそういう科学の発達というものがね、非常にまあ非常に素晴らしかったし、まあ、人々の生活を非常に豊かにねしていったものですからね、まあ、ヨーロッパなんかではまあこのまま科学が永遠に発達し続けてね、まあ、ユートピアが地上のユートピアが到来するんじゃないかというようなね、そういうふうな、まあ風潮もあったわけですよね。そういうこのプレモダニズムね、リズムから、ね、モダニズムね、リズムへ、まあ、移行していくね。しかしですね、このまあ、最初は徐々に、そして後にはより急速にですね、これまで述べたようなモダンの見解に対する不満が大きくなっていく。そしてまあこのモダンのですね、アプローチだけではですね、まあ人々がこの期待していたことがですね、達成できないというね、これはですね、問題ありの、まあ思想であり、まあ、イデオロギーであるという、ね、思いが生まれてきたと、ね。で、まあ、ダイオジニーズ・アレンという人がね、このモダニズムの、まあ、崩壊がですね、4つの領域で起こっているというふうに、まあ、分析しているというふうにね、言われてますね。でまあ、私たちはいろいろ神学とか思想とかね、いろいろこう学んでいく上でですね、非常にまあ大事なことはね、適切な、まあ、そういう本を、まあ、見つけるというかね、まあ、そういう面で、まあ、エリクソンはここでいろいろ紹介しているね、先ほどの、まあ、モダニティの特徴ではですね、ジョン・ハーマン・ランドルと一緒の近代知性の形成過程というふうなものを紹介しますけれども、ここではですね、モダン全体の崩壊については、まあ、ダイオジニーズ・アレンという人のね、まあ、この解釈、分析をね、紹介しますけどね、まあ、そういうこの領主を選ぶというかね、非常にまあ重要なことですね。で、まあ、その4つの領域を、まあ、見ていくとですね、第一に、この、自己充足的な宇宙の問題、ね、こういう考え方が崩壊しつつあると、ね、でまあ、科学的な、まあ、言ったら探求でですね、全てのものをですね、まあ、説明しきることはできないというね、そういう、まあ、限界性ですよね。要するに、まあ、先ほどの、まあ、ですけども、私たちの、まあ、言ったら科学の世界ね、学問の世界というのはですね、私たちが測定可能なね、測定可能な現象界という森の中でね、それが生物であれね、物理であれ、科学であれね、いろんなものをですね、こうデータ収集して、そこでまあ法則を見出して、それをまあ学問として形成していくというね、そういうこの、まあ、現象界ね、現象世界
ね、そしてまあデータ収集、ね、そしてまあ言ったら法則とかね、いろいろ見出してね、それをまたね生かしていく。天文学なんかでもいろいろですね、そういう調べるんですね、星の位置とかいろいろ。でやがてまあロケットが宇宙に飛び出して戻ってくることができるね。で昔のように今ですね、あの天動説ではなくロケットが飛び出して戻ってくることができないですよね。その計算が違うからね。まあそういうことですね、このだったわけですけどね。しかしですね、これはまあ原初回だけであってですね、非常にこの、まあ、限界を持つものである、ね。で、このことだけではですね、この、ね、宇宙のですね、発生、ね、宇宙の起源、宇宙の発生とかね、まあ、根源的な問いにはですね、これはこの答えることができない、ね、そういうこの、まあ、限界性ですよね、が明らかになるんですね。あるところまではそれは、まあ、データというかね、いや その先にですね進むことができない、まあ、これを材料に推論はできるでしょうけどね、で、まあ、あの宇宙の発生に関してはですね、このビッグバン理論ね、いうものがあるそうですけども、要するにこの宇宙のまあ言ったら最初にはね、大きな爆発があったという、そういうこの考えなんですよね。そしてまああのこれはですね、あるね、まああのかなりあの客観的なデータでもまああの証明されている考え方なんですね。でどういうことでこういうことが分かるかというとですね、まあ、宇宙のですね、この、まあ、もう星の、ね、動きを調べるね。そしたらですね、あのこのものすごい勢いでですね、こう広がっていると、ね、で、まあ、こう、まあ、あのこういう、まあ、あの恒星の場合ですね、光を発する 星の場合ですね、太陽のように発する場合ね、そう光をですね、まあ、地球からですね、こういう観察してね、そしてこうあのそれがあのどれぐらいの速度で、どういう方向にねこの飛んでるかっていうね、分かる。ちょうど巻いたらこのここに巻いたら岩の塊を置いてですね、その中に爆薬を仕掛けてね、ドカーンとやってね、ふわーっと岩が散るでしょ。そういう姿が宇宙の今の姿であると、ね、でそれがまあ大体こうね、いろいろこうデータ収集の関係ね。しかし前からそのね、最初のこのね、宇宙の発生と爆発ね、でそれは何で起こったんだろうとかね、根源的な問いにはまあ答えられない、科学ではね答えることできない、ね、要するにあのこのも現象界というね、この森の中のことは分かるんですよ、ある程度ね、森の中。しかしね、森の外のこと、ね、森の外のこと分からないんですよ、これはね。まあ、これに関連してね、ちょっと面白い本をまあ紹介しますとですね、まあ、つまずく人があるかも分かりませんけども、まあ、あの本の名前はですね、ゲノムと遺伝子、ね、まあ、図書室に赤い色のですね、あります。でこの本はですね、あの面白い本でですね、
アメリカのですね、ゲノム研究の、責任者さんが書いた本なんですね。ゲノム計画というのはどういう計画かというとね、人間の染色体の、言ったら配列とか暗号を全部調べ上げるという巨大なプロジェクトがアメリカであったんですね。でその責任者の人が、福音派のクリスチャンであったんですね。でその人がですね、そのゲノム計画は、完了したわけなんですけども、その後本を出してるわけですね。それでで、そういう言ったら、遺伝子工学のですね、言ったら最先端 の、この最優秀レベルにある人が聖書のことを信じているというね。ただ言ったらこういう進化論的な、言ったら宇宙観を、言ったらこう背景に、聖書の解説をちょっとやってるんですけどね。非常に面白いね。で、そういうゲノム計画のようなね、こういう、最も科学のね、レベル高い世界にいながら、なぜ聖書が信用できるのかね。彼が言うにはね、初めに神が天と地を創造したね。光あれと言われた、ね。この光あれというのはですね、最初のこの爆発であるというね。こういうふうな説明から、この本を書いてるわけですね。そしてこの爆発があってね、こちらがあってね、そして巻いたらそれぞれのところでですね、このガス状成分がね、こうガス状成分も動いてるわけですけどもね、ガス状成分があって、それがだんだんね、冷えて固まって星のようになり、そしてあるところでね、太陽系ができ、そして、やがてこう地球ができるとね、地球も最初はガスの塊でそれが冷えてですね、やがてこの物質的な部分とですね、この水蒸気の部分と分かれて、そしてそれがまたこう水蒸気が固まってですね、星が見えるようになってとかね、そういうこのどう言いますか、そういう科学的知識と聖書の啓示をですね、こう噛み合わせるようにしてね、説明してるんですよね。あれ非常に面白いね。どちらかといえばこのどう言いますかね、この聖書天地の一日24時間でできたように考えるファンダメンタリズムね、から進化論を受け入れるリベラリズムね、の間にエリクソンなんかのエヴァンジェリカリズムがあるわけですけれども、この中にも多様性の幅があってね、創造論とかでも多様性が生まれますけども、どちらかといえばこの非常に福音派のちょっと限界線あたりね、このあたりにいるのがこのゲノムと聖書という書いた人で、私はね、どういうか幼い子のように天地創造を神の使い信じてるけども、同時にこういう考え方っていうのはものすごくね、変なことは好きなんです。これはね、僕は科学とかね、生物とか地質地学とかもの好きでね、ここの頃もね、こんな星座の本をね、いろいろ読んでてね、去年の地球の位置とね、今年の地球の位置はこれぐらい違うんだというね、そういう図があってね、要するに前とこういうふうに広がってるわけですよ、無限にね。それをね、こう思い浮かべてね、星座の本を見たらね、いやー、もう感動しましたね。何かこう、私の友達のね、整形進学校の校長している関野雄二先生がね、天文学の専門家なんですよ。で、彼は進学教師であるともにね、どんどん大きな望遠鏡を持ってましてね、いつも星の位置をこう観察してるそしてその位置をね、いつも記録して発表してるんですね。だからそういうデータ発表の世界でもうそれの名前が知られているという人でね、何か前、3年前にお邪魔した時にね、星を見せてもらいました。同性でですね、気分転換にね、どっちが気分転換か知らないんですけど、その関野先生がこの本も紹介してくれてね、福音主義同盟 の,
あの進学書紹介のところでもこの本紹介をしていてね、まあ私も読んでみようかなと思って、まあ、読んでみたんですね。非常にあの感動しました、まあ、この捉え方を受け入れもできないとしてもですね、あのその辺でつまずいている人をあの導く、あるいはこういうことを専門にしているあの生物とか、違うとね、科学の先生をしてたりね、そういうことを、その専門家の人たちにはですね、非常にこう、あの伝道になる本です、これはね。まあ見た感じなんですけども、あつくばの近くにあるね、同盟教団の、まあ、恵み、教会ですか。そこでは、まあ、そういう、まあ、クリスチャン自身が生まれたらこういう最先端のね、学者が集まってるわけです。だから聖書研究で、まあ、こういう創造論の学びとかいろいろされてるって本が出たりしてますけどね。まあ福音派も非常にこう幅がね出てきてるなということですね。まあぜひ一度ね関心のある人はゲノムと聖書ね、これね在学中にぜひ読んでください。おととしにはこれでレポート書いてもらったんですけどね、だいぶ、まあ、迷ったりつまずいたんじゃないかな。私がこういう授業をやった後、なんか創造科学の先生がセミナーで来られましてね、ちょっとまあ、治療のために呼ばれたのかなと思って、だからですね、まあ、皆さんが自分で自分の位置を決めてね、この橋から落ちないようにだけ気をつけてもらったらいいと思うんですけど、でも面白いですよ、頭が柔らかくなるしね、まあそういうことですね、どう言いますか、でもまあ私なんかとしてはまあそういうねクリスチャンになるときにね、そういう自分の、まあそういうね、ずっとこう身につけてきたものを、まあ、棚上げにしてね、まあ、幼くなって信じたわけですけども、エリクソンの進学をやるようになって初めて、もう少し多様にね、ものを考えたり、それからこういう、学問の世界のね、いろんな業績というものに対して、少し、まあ、ソフトなアプローチができるようになってきたんですかね。それまではなんかもう、見ざる言わざる聞かざるみたいなね、もうこうそういう、まあ、思考の中にいましたけどね、まあ彼女もそうでなくてもいいんだけどね、ことですね、それからですね第2の崩壊ね、これはですね道徳と社会の基盤を見出すことに失敗したとねということですね。でまあ私たちはですねプレモダリズムの時にはまあキリスト教社会で、まあね、神様がおられてね、そして、まあ、人間ね作られたもの、ね、そして、まあ、イスラエルにとってはね十戒の二枚みたいが与えられてね、神の御心ね、そしてまた聖書ね、でさらにそれ解き明かした三条の水訓とかね、それこそ神の御心をね、示され、そしてまあ応答していくとね、こういう、まあ、プレモダニズムのそういう世界がありますけれども、ね、そして、まあ、神様を知らない、者にとってもね、聖書、まあ、私たちの心の中に、ね、良心、ね、良心という、まあね、二枚の板かどうか知りませんけれどもね、あってですね、そこで、まあ、善悪を判断していると、ね、ね、これはローマ二章にね、二章の十五十六ね、まあ、これはまた一
般刑事のところでね、神の普遍的な刑事のところでね、刑事論の中でやりますけれども、で、まあ、モダニズムのですね、特徴はですね、前のこの神様のね、部分がですね、このなくなるわけですよね。ですから、この人間、ね、のうちには、まあ、ただこの、まあ、良心、ね、という機能があると、ね。これを基盤にですね、この合理的な倫理、ね、神の御心、ね、神の上からの御心と、ね、やなしにですね、この自立した人間の良心からね、この合理的な倫理、ね、そしてまあこの普遍的なね、普遍的な道徳ね、そういうようなものをですね、こう形成しようとしたわけですね。要するに、まあ、カントがね、カントが、イマヌエル・カントが言いましたようにね、天体にはですね、この天体の星にはですね、運行法則がね、太陽の周り地球365日何分、何秒ね、ウルー秒とかいうのもあるらしいけど、まあ、まあ合ってるとね、きっちり時計の時間でね、天体にはね、運行法則がある。それと同じようにですね、人間のこの心の奥底には道徳法則がある、いうふうにね、有名な言葉を、まあ、語っておりますけどね、ね、この天体には運行法則、ね、人間の心の、ね、奥底ね、そこには道徳法則がある。そしてまあこのね、モダニズムの世界ではですね、もはやこう人間中心ですからね。そしてこのそういう神とかですね、わけのわからないものの干渉なしにね、人間だけでですね、このどう言いますか、より優れたね、普遍的な道徳をですね、完成させることができるんじゃないかっていうね、そういうまあ夢があったわけですよね。しかしですね、この当初はですね、それほどでもなかったね、というのはですね、この世代が進む中でですね、このプレモダニズムの中にね、生きていた人たちがたくさんいたからね、その中でですね、まあ彼らは縛られているんだとね、宗教的な道徳にね、我々は自由なんだとね、我々はヒューマニズムの道徳でね、やっていくんだとね、いう感じですね、このね、しかしですね、このプレモダニズムのこのそういうですね、このある面、このキリスト教の価値観に深く生きていた人たちがどんどんですね、このまあ召されていって、時代が進行していくとですね、でこのモダニズムの時代に育った人たちが多数を占めるようになっていくとね、道徳の崩壊が顕著になっていくとね、要するにまあフリーセックスの許容する時代とかね、まあ言ったらそういうこのそういうキリスト教的な倫理道徳から自由に なることが素晴らしいことなんだみたいなね、そういうまあ状況ですよね。そしてまあ
この時代にはですね、まあ四式の時代のようにね、四式の時代にはですね、どういうことが、まあ、されているかといいますとですね、四式二章七節から十節ね、二章ね七節から十節ね。民はヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残ってた主はイスラエルの行われるすべての大きな技を見た長老たちの生きている間は主に仕えた。十節ね。その同世代の者も皆その先祖のもとに集められた。彼らの後に主を知らず、また主はイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こってきた、ね、で11節になると、それでイスラエル人は主の目の前に悪を行いバールに仕える、ね、要するに、まあ、先祖たちが仕えた主の命令にですね、聞き従った道には歩まずですね、それぞれがですね、自分の目に正しいと思うことを行うようになった、ね、そういう、まあ、ただこの、 道徳がですね、倫理道徳がこの崩壊していく、ね、そういう、まあ、状況になってきた、ね、ということですね。だから、まあ、欧米で特にそうです、アメリカなんかでもね、非常、まあ、だからこの20世紀の初頭にはですね、キリスト教人口なんかもですね、その大体、8割、9割ぐらいが、まあ、いたら欧米にいたと、ね、言われる。しかしですね、この1900年度のですね、半ば以降ですね、まあ、どんどん割合が減るんですよね、欧米のね。そしてこの進歩への楽観主義の喪失、ね、この進歩、ね、まあ、科学の、まあ、発達、ね、理性の時代、モダニズムの時代、ね、それはですね、もうどん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 新しい製品やですね、商品やいろんなものがね、安く大量に生産されるようになってですね、みんなが豊かに幸せになっている、ね、これはどん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 ですね、こうね、やがて地上の楽園が登場するんじゃないかね、そういうこの、まあ、楽観主義ね、オプティミズムね、楽観主義ね、楽観主義が支配するね、そういう、まあ、時代ね、そして、まあ、この時代にはですね、まあ、そういう地上にね、ユートピアね、ユートピア思想ね、ね、地上に楽園が登場するんじゃないかとね、そういう、まあ、未来に対するね、みんなの、こう期待ね、進歩ね。しかしですね、その科学の発達が何をもたらしたかね、いうことですよね。それはですね、この2つの、まあ、世界大戦で、ね、第一次世界大戦、ねね、美しいヨーロッパがですね、この2度にわたって灰になってしまうというね、第二次、ね、世界大戦、ね、で科学の発達がね、もう人間を幸福に豊かにする方向だけじゃなくてね、もう人間を、ね、大量殺戮、ね、大量破壊にもたらす、そういう方向にもですね、力を発揮したということですよね。でそういう中でですね、このね、
戦争の間はですね、このどう言いますか、この全体主義ね。国家のためにね、国家のもう一つの弾薬ね、あるいはあの部品のようにね、扱う、まあ、中国なんかでもですね、人間を草のように扱う、ね、枯れ草のように扱うということがありますけども、ね、パッと火つけて燃やしてしまう、ね、あぐらい軽いね、そういうこの国家中心の捉え方ね。からですね、このね、2つの大戦を経てですね、このヨーロッパではですね、非常なですね、悲観主義ね、